仮面ライダーシリーズ仮面ライダー仮面ライダー大地獄大使仮面ライダー大地獄大使は1972年7月16日に東映漫画祭り変身大会の一編として公開された東映の中編映画作品テレビ番組仮面ライダーの劇場オリジナル映画第2作目カラーシネスコ上映時間は34分1972年の日本は 変身ブームの真っ只中にあり、テレビ各局がこぞって変身を見せ場としたヒーロー番組を共作し、子供たちが変身ごっこに熱中していた。ブームの中、前作仮面ライダー対ショッカーが丸の内東映のアンケート調査で1位になったことを受け、東映は恒例の東映漫画祭りの夏休みプログラム興行を変身大会と銘打ち、 そのメインとして本作が企画された。ストーリーは石森章太郎による原作漫画仮面ライダーの最終章仮面の世界をベースとし富士山麓における怪人軍団と仮面ライダーの攻防を描いている。脚本時点でのタイトルは仮面ライダー対ショッカー大要祭。地獄をひらがなで表記しているのはより広範囲の観客層へのアピールを図ったためとされる。 公開当時のキャッチコピーは、あ。深海人神切りキットだ。僕らの仮面ライダーが大型画面で大暴れ。一文字早とイコール仮面ライダー2号は、本作では未登場。本作のオープニング映像とエンディング映像が、テレビ版第68話以降のオープニング映像とエンディング映像に流用されている。本作の撮影中、 本郷武史役の藤岡博が失踪して制作中断に見舞われている。藤岡は1972年5月、同年10月に NHK で放映予定の時代劇ドラマ、赤ひげのオーディションに合格していた。事後報告となった。この一件が仮面ライダー制作者である東映や毎日放送とトラブルとなり、一時期行方をくらませてしまった。 主演俳優の不在という事態にまずテレビ本編の制作現場が大混乱となり、第66話として、ショッカー墓場よみがえる怪人たちが制作された。その結果、本作の目玉となる、はずの新怪人神切キ,キッドがテレビに先行登場する事態となった。また、本作では大幹部、地獄大使をタイトルに据えて、その対決を打ち出す一方、 公開日以前にもう一人の大幹部、死神博士との決着をテレビ本編でつけるはずだった。それも、藤岡の失踪によって、大きく狂うこととなり、主役不在のまま、決着話を制作させられないために、死神博士との決着が繰り下げられ、制作話が前後することで本来は、死神博士の正体として用意された怪人だった、ノコギリザメスが第十七話、 ショッカー狩猟出現。ライダーあやうしに、一般怪人、ギリザメスとして登場。この混乱の中、本作の撮影は、本郷がエミと特攻を救出するシーンを残して、中断し、第68話、死神博士恐怖の正体の撮影時に、藤岡が復帰、公開前日の放映となった童話で、死神博士は、イカデビルを正体として、 仮面ライダー1号に倒され、新サイクロン号の塔、このため、第68話のイカデビルとの決戦は、普段の取り残しシーンと共に、奥多摩の採石場で行われている。これにより、クールごとの出演契約となっていた、ライダーガールズが、同話まで出演延長となった。また、中盤の山場である、朝っ、草切り高原でのロケは梅雨時にずれ込み、湿気のためにピントが合わず、 撮影に苦労したという、当事者である藤岡は、後年のインタビューで、この件については、嫌な思い出であったため、記憶から消していたと述べている。影響、編集プロデューサーの平山徹や安部誠二は、藤岡のオーディション参加やその後の失踪は、彼の所属事務所社長の命令だったのではないかと、見解を示している。藤岡は、テレビシリーズ終了後に、NHK 大河ドラマ、 かつ回収に出演しているが、これは本件の際に平山が NHK の知人を通じてテレビシリーズ終了後に藤岡を起用する確約を取り付けていたことによる。このほか、藤岡には同情的な民放各局からも出演要請が相次いだという。本件の後、藤岡側は励ましの声を受けたファンへの感謝として講演会。 本郷岳史の会を発足した。一方、テレビシリーズでは、藤岡のスケジュール調整が行われ、ゲルショッカー編では、本郷の出番が極力減らされる形となり、藤岡は、テレビドラマの出演数を増やしていった。ショッカーアジトとして使用された、お化けマンション。劇中では屋上にヘリを着地させているロケが、行われた朝霧高原と富士山。本郷岳史と、 滝和也は東日本ロードレースに出場するが、ショッカーの妨害を受ける。ショッカーは富士山頂の大要祭にスーパー破壊光線砲を設置し、日本全土を焼き払う作戦を進めていた。これを阻止しようとする仮面ライダー1号の前に、神切りキット率いる怪人軍団が立ちふさがる。神切りキット本作の新怪人、神切ム虫をモチーフとする改造人間、角から光線、 口から白い粉を放出する。左手はハサミになっている。立花レージングクラブの床を破って現れ、しびれガスで立花東兵らを眠らせて誘拐する。その後、大要塞に潜入した一号と滝を迎え撃つが、動力室を破壊され、角をライダーパンチで折られた上にライダーキックを受けて爆発する。子供たちの人気は高く、同年8月発売の テレビマガジン9月号のショッカー怪人人気コンテストでは総合1位に入賞している仮面ライダー製作上の都合で本作に先駆けてテレビシリーズ第66話に登場資料によっては別個体と記述している口からは白い粉やカエを吐く海岸で男性を捕らえて悪魔祭りの生贄にしショッカー墓場に眠る怪人たちを蘇らせるために 仮面ライダー1号とその仲間たちを生贄にしようと、ショッカー脱走者の加藤に噴して、滝和也に近づく。1号に悪魔祭りを妨害されると、他の怪人たちと共に1号と戦うが、ライダー霧もミシュートで倒される。ゲーム、仮面ライダー正義の系譜ジャガーによって、再生怪人として登場。地獄大使の配下として、仮面ライダーアギトと対決する。再生怪人軍団序盤で、 カブトロングが登場。その後、戦闘員を指揮するハリネズラスと、ミ切りキットに引きられた、セミミンガ、ゴキブリ男、ギリイラが登場。朝霧高原では、オートバイ部隊を引きるジャガーマンと、サイニャング、キバ部隊を引きるセミミンガが登場。富士山5号目では、ザンジオウに引きられウミヘビ男、ミミズ男、エイキング、ゴースター、プラノドン、キノコモルグ、ドクモンド、 ムササビードル、ザンブロンゾ、ドクトカゲ男の10体が登場。キノコモルグとムササビードルは、初代と異なり、ブーツを履いている。エイキングは、テレビ版では巻いていなかった、ショッカーベルトを腰に巻いている。ミミズ男は、テレビ版では、ミミズ状の触手だった左手が、右手と同じ形状の手袋に差し替えられている。ザンブロンゾ、ドクトカゲ男、ミミズ男は1号に倒されたが、 残事王を、はじめ残りの八怪人とは、決着をつけずに終わっている。脚本では、残事王ではなく袋男が、リーダー格として予定されていた。映画クレジット順、レッツゴー。ライダーキック作詞、石森翔太郎。作曲、菊池俊介。歌、藤孝一。C2、メールハーモニーオープニング及び挿入歌として使用。戦え、サイクロン作詞。 島田雅之作曲、菊池俊介、歌、コカドマジン、仮面ライダーの歌作詞、八つでサブロー作曲、菊池俊介、歌、藤光一、メールハーモニーエンディングとして使用。映画クレジット順いずれも、東映ビデオより発売。空撮シーンでは、元特攻隊員が、ヘリコプターのパイロットを務め、超低空飛行で送電線の下をくぐるなど、 当時の航空法に違反すると思われる操縦をしていた、同乗した撮影の川崎隆二は、高所恐怖症であったことに加え、完全に爆発が迫ることに恐怖を感じ、撮影助手は失禁していたという、ありがとうございます。